ジャネット・ジャクソン。ジャネット・ジャクソン。1966年5月16日隊はアメリカ合衆国のシンガーソングライター、女優。兄の一人はマイケル・ジャクソン。1980年代以降、商業的に大成功を収めた。アムロナミエや AI、クリスタル K、ダブルなど日本の R&B アーティストにも大きな影響を与えている。 アメリカ合衆国インディアナ州の町、ゲイリーで、ジョセフ・ジャクソンとキャサリン・ジャクソンの娘として生まれる。彼女の生まれた、ジャクソン一家は有名で、マイケル・ジャクソンを含むジャクソン5のメンバーは、実刑である。10人兄弟のバッシ、兄7人、姉2人。うち5番目の兄が溶接、太りやすい体質であり、少女時代は、ロバとからかわれていた。 7歳から演技の舞台に立ち、アメリカのテレビドラマを中心に、まずまずの活躍をする。兄弟とのデュエット曲や、バックボーカルとしてのキャリアはあったものの、本格的にシンガーソングライターの道を歩み始めたのは1982年、彼女が16歳の頃である。A&M レコードから、ファーストアルバムとなる、ヤングラブをリリースするが、商業的には不発であった。しかし、 そのアルバムからシングルカットされた楽曲ヤングラブ、ヤングラブとギブユアラブトゥミー、カムギブユアラブ m e g i がヒット。前者は R&B チャートの6位に届いた。続いてリリースされたセイユードゥ、セイユードゥもまた15位と検討した。1984年セカンドアルバムドリームストリートを発表。兄のマーロン、マーロンから提供された。 これまでよりもファンキーでアップテンポな楽曲で、その音楽性に進展が見られたものの、商業的には不成功に終わった。同年、歌手ジェームズ・デバージ、ジェームズ・デバージと結婚したが、わずかな期間で離婚。1年後の1985年、日本企業とのタイアップで、日本でのみ発売するための楽曲、スタートニューを収録している。ジャネットは、次期アルバム制作のため、 ミネアポリスで活躍中のプリンス一派のプロデューサーコンビジミー・ジャムテリー・ルイスの下へ1986年これにより完成したサードアルバムコントロールを発表ジャクソンファミリーのプレッシャーから脱却したいジャネットとプリンスの影響下から離れてプロデューサーと支持率したいジャムルイス相互のモチベーションが相乗効果をもたらしアルバムは 非常に高いクオリティを達成し、ポップスチャートと R&B チャートで1位を獲得。アルバム収録曲全9曲のうち6曲までもがシングルカットされ、そのうち5曲はポップスチャートで連続して5位以内に入った。中でも最もヒットしたのが、あなたを思う時ウ Wenny Sync of You で、ビルボードシングルチャートにて初の1位を獲得。これ以後、彼女の知名度は、 飛躍的に高まった。本人が実質的な私のファーストアルバムと語っているくらい思い入れの強いアルバムである。実際にコンサートなどではこのアルバム以前の曲は一切演奏されない。また、1996年に発売されたベストアルバムデザインオブアディケードグレーテストヒッツディケードイコール10年間でも1986年より前は無視されている。ただし、 北米のみで発売された同アルバムの限定版では、コントロール以前の曲も収録されていた。以来20年にわたって、ジャムルイスとのタッグは続き、他のプロデューサーと楽曲を制作することは少なかった。次のアルバムとなる、リズムネーション1814がリリースされたのは、1989年になってである。人種差別、性差別やホームレス、 薬物などなどの政治問題を積極的に取り入れた本作品はポップスと R&B のチャートで1位を獲得した。兄弟曲リズムネーションリズムネーションのビデオクリップは兄マイケルの影響が見られるものの完成度の高いダンスで構成され彼女のスタイルを確立するとともに音楽シーンに多大な影響を与えた。ライブでは激しいダンスのため リップシンクでパフォーマンスされることが多い。この曲は、ジャネット本人が出演する日本航空の CM にも使用された。1990年の初来日公演では、東京ドームでの最高観客動員を記録した。これにより、リズムネーションツアーでは2度の来日公演、5月と11月が実現した。1993年のアルバム、ジャネット、 ジャネットからバージンレコードに移籍。シングル、それが愛というものだから、ザッツ・ザ・ウェイ・ラブ・ゴーズが自身最高のビルボード8週連続1位を記録。このアルバムではセクシーな表現が一層目立つようになり、マドンナと比較されることがある。同年、ポエティック・ジャスティス、愛するということ、ニパックと共演で映画初出演。ゴールデン・ラズベリー賞最低新人俳優賞受賞。 兄マイケルとの仲の良さは有名で、1993年に少年への性的虐待疑惑でメディアが加熱した際は無実を祈ってワールドツアーのステージ上で黙祷を捧げた。1995年にはマイケルとのデュエット曲、スクリーム、スクリームを発表。この曲はマイケルのアルバムに収録されたにもかかわらず、ジャムレイスなど、 ジャネット側の制作人が手掛けた。1997年、アルバム、ザ・ベルベット・ロープ、ザ・ベルベット・ロープを発表。これ以降は性を略した、ジャネット名義で作品をリリースする場合がある。同性愛や、SM やドメスティック・バイオレンスなど様々なテーマを取り上げ、セールスは全作を下回ったものの、亡くなった友人に捧げた曲、トゥゲザー・アゲインが全米一位のヒット。 1999年、長年にわたる、ボーイフレンドのと、密かに結婚、そして離婚していたことを公表した。2000年、エディ・マーフィッシュエミ映画、ナッティ・プロフェッサーにクランプっ家の面々のヒロイン役で、成功を収めた。その主題歌、Doesn't r e a l l y Matter, Doesn't r e a l l y Matter もヒット、島谷瞳のヒット曲、パピヨンパピヨンの原曲。日本のオリコンでは、 自身最大のヒットシングルとなり、同年のオリコン洋楽シングルチャートの年間1位を記した。2001年のアルバム、オールフォーユーは、過去の作品に比べるとポップな内容が受け、日本では80万枚を超える自身最大のヒットとなった。2004年2月、国民的賞である第38回スーパーボールのハーフタイム賞で、ジャスティン・ティンバー・レイクとのデュエット中に、 片方の胸を露出する事件を起こし、激しい非難を浴びる。当初はハプニングを装っていたが、意図的な演出だったことを告白。生中継したテレビ局が罰金処分を受けたり、直後のグラミー賞やアカデミー賞の中継で、ハプニング防止が取られるなど、波紋は大きかった。同年3月発表されたアルバム、ダミタ城は、これまで以上に性的表現が目立っている。 事件の影響からか、コントロール以降では初めて商業的に失敗した作品となった。2006年初頭には体重が増え、次のアルバムは大丈夫かと不安がある人もいたが、4ヶ月で27キロ減らし55キロまで体重を落とし、6月5日に米国で発売された雑誌 USE クリーではそのダイエット詳細を掲載した。なお、体重増は 映画出演のための役作りであったとされるが、結局映画出演は立ち消えになったため、真相は不明。同年9月、アルバム、20Y,O,、oh, 20 Years Old を発売、ジャムルイスとの共同制作が20年を迎える、記念碑的作品となった。過去のヒット曲のテイストを織り込んで制作したとされるが、当時の恋人である著名プロデューサーのジャーメイン・デュープリの、 参加によりジャムルイス色が薄らいでいる。セールス面では前作を大きく下回る結果となった。2007年、バージンレコードとの契約を更新せず、同じくバージンを去ったジャーメインデュープリを追いかける形で、アイランドレコードに移籍した。2007年1月、アメリカの経済誌フォーブスが、エンターテイメント界で活躍する女性で資産の多い、女性トップ20を発表し、 ジャネットは総資産181億円で7位にランクインした。2007年10月に米国で公開された映画、ホワイディド・アイ・ゲット・マリードに主役級で出演している。2008年2月、アルバムディシプリンを発売。コントロール以降で初めてジャム・アンド・ルイスが参加しておらず、また、ジャネット自身は作詞、作曲に一切関わっていない。 異例なスイルで制作された。ビルボードホット200では、オールフォーユー以来の1位を獲得したものの、セールスの減少は止められなかった。ファーストシングル、フィードバックは、ビルボードホット100で、最高19位。しかし、他のシングルカットは、ビルボードホット100にランクインせず、レーベルが数ヶ月でプロモーションを放棄したことを、ジャネットは非難し、わずか1年1作品のみで、 アイランドとの契約を得たことが9月に明らかになった。2008年9.10月に7年ぶりのツアー、ロック・ウィテシュツアーを米国とカナダのみで開催。規模が小さく、商業的には不振に終わっている。また、体調不良によりいくつかの公演をキャンセルした。2009年2月に日本でも5公演が予定されたものの、1月下旬に金融危機の影響として、 延期を発表、後に、キャンセルされた。2009年9月、新曲、メイク・ミーをインターネットで発表。11月には同曲を含むベストアルバム、ナンバー・ワンズ、米国外では、ザ・ベスト・オブ・ジャネット・ジャクソンを発売。2013年2月にエンターテインメント・トゥナイト氏の取材において、以前から交際していた、カタールの大富豪・ウィサム。 アルマナ氏、ウィスム・エールマナと2012年末に密かにプライベートな結婚式を拠点いたことを公表した。結婚の贈り物はお互い児童チャリティへの寄付を選んだ。2015年、イスラム教に改修した。2015年11月2日、7年ぶりとなるニューアルバムアンブレイコブル・アンブレイカブルを全世界同時発売。同年12月、開催中のツアー。 アンブレイカブルワールドツアーの2016年1月以降の日程についてドクターストップにより延期することを発表2016年10月13日第一子の妊娠を公表2017年1月に男児を出産したアメリカビルボード市に準拠アルバムシングルの総売上枚数は1億枚以上2014年1月現在売上データは クレイビング・ジャネット及びウィキペディア英語版による、たびたび家族間の確執が話題になるジャクソンファミリーだが、マイケルとの仲はとても良かったと言われている。1995年に二人のデュエットスクリームで共演した時のことをマイケルはビデオを撮ったのはジャネットと共演するための口実と話している。 記録1枚のアルバムからのシングルの最高位が1位2位3位4位5位を達成。アルバムコントロール。1枚のアルバムから7枚のトップ5シングルを達成。アルバムリズムネーション。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。